プレッシャーでしかなかったんですけど、でも逆にひばりさんの、生誕80周年みたいな。
ベントでこの曲を歌ってくれないかっていうオファーをいただいたので、むしろちょっとひばりプロダクションがじきじきに言っていただいたので、そうでもしないけどカバーなんかできないかもしれないです。アメリカでいいところも知ってますけど、はい、やっぱちょっと出てみて、やっぱり人気のいいところをね、うん、
テラメいただいてます。ありがとうございます。来週そして来週の映画さんの10連休ですけど、今日ちょっとあの宿題を出しておりまして、はい、もしも10連休が取れたらという妄想なんですが、はい、初日から何しましょうね。すいません、さっき紙渡されたんですありがとうございました。